マホトさんね。あその、刑事事件にはまだなってないんですか <laughs> あの、その、YouTuber の人で、なんか女の子の顔を踏んでみたりとか、その、芸能人と婚約をした次の日になんか、未成年に対して裸の写真を要求したみたいな、なんか、すごい悪いことをした方がいらっしゃるらしいんですけど、僕は詳細はよく知らませんけど、はい。<laughs> 何なんだろうねあ。あの、バレない、捕まらないと思ってんのかなこれ、あの、 そのなんかタレントの付き合ってた彼女の顔踏んで警察に捕まるみたいになったじゃないですかだからなんか悪いことしたら捕まるよねっていうのって自覚してると思うんですけど何からなんだろうねあのものすごく頭が悪いのか逃げきれると思ってるのか、まあ、前回も確かにその逮捕されて留置場かなんかに行ったらしいけど何人しか出てきたじゃないですか、うん、でその後和解してるから刑務所行ってないと。 なのでなんか何日か入るだけでいいから別にこれぐらいは当然だよねって、そういう感覚なのかなっていう。っていう気がしました。はい。その、ほらなんかあのー、性欲が強すぎる人って、その、某 YouTuber じゃないですけど、その法に触れることやっちゃうじゃないですか。多分性欲が強いから、その、婚約もしてるし、その婚約者も妊娠してるけど、未成年に手を出すみたいなことをやっちゃうわけじゃないですか。 で、多分彼はありのままの自分を出したんですよ。<laughs> そのもう、あの、婚約者がどうとか社会的なルールがどうとか知らんと。俺は未成年とやりたいんだみたいな。っていうのを出した結果が、その、某大手事務所契約廃棄みたいな感じになるので、なので、あの、ありのままの自分とかっていうのは出さない方が人生幸せになることが多いんじゃないかなと思います。